り2周回、赤羽のホームに入っていきます。8番の小川が先頭でしたが、4番の吉田俊博が抑えていきます。赤羽のホーム、4番の吉田が上昇です。2番の加藤新平、7番の小島をまずここに乗っていって、チームの3人で上がっています。そしてこの後ろ、キーボの村上義弘も虎視眈々と仕掛けるタイミングを伺っています。ジャンマイ2コーナーからバック、さあ4番の吉田が先制、これをキーボの村上義弘を叩いてジャンの3コーナー先頭に変わっていきます。1番の村上博之は追走、京都の村上兄弟で先制です。そして後方8番手から3番の坂本龍馬が一気に仕掛ける、レーサー最終ホームに入っています。先頭キーボの村上義弘、一気に3番の坂本龍馬叩いて最終先行です。6番坂本健太郎追走、さあ坂本兄弟が一気に先頭を取っています。キーボの村上義弘は立て直し3番手、動いているがバックストレッチ、さあ先頭3番坂本龍馬、まくるキーボの村上義弘、これは6番の坂本健太郎さばいて出ていく、後方から今吉田俊弘のまくり奥に直線コース、先頭6番の坂本健太郎、後ろから1番村上博之、村上が坂本か、手が上がったのは1番村上博之。